どうも、カンツリの鬼、黒メガネでございます。いつもはですね、サーフゲームを中心にやってるんですけれども、まあね、その毎回行ってもなかなかヒラメが釣れないということで、まあ、ちょっと釣れる釣りをしたいなということで、今回はですね、黒メガネチャンネル、初めてですね、管理釣り場の動画になります。茨城県は高萩市にあります、高萩ふれあいの里フィッシングエリアというところに行ってまいりました。今回持ってったルアーがですね、こちらですね、これが中国メーカーのスプーン3グラム、それからこちらがオルルド釣り具というメーカー、アマゾンでも買えます、オルルド釣り具という釣り具屋さんかな、の2グラムのスピナー、この2つを持って行ってですね、管理釣り場行ってまいりました。さあ、というわけでやってまいりましょう。私はまあルアーいっぱい持ってないんで、とりあえずスプーン投げましょう。うじゃうじゃいる。おりゃ。すごいな。サイトフィッシングやん。すごいいっぱいいる。すごいいっぱいいるけど、あれ反応してくんないぞ。あれ、反応がない。魚の目の前通ってるのに反応がない。これ何だろう、魚が擦れてるのか、お腹いっぱいなのか、あれだろう、カン釣りにも地合いとかあるのかな。全然反応がない。10匹なんかすぐ釣れるだろうと思ってたけど、きついぞ。10匹すら持って帰れない可能性があるな。うお、でかいの跳ねた。一発でかいの跳ねた。今それをくれ俺に。でかいの投げる。角度を変えるか。あ、これちょっとあれだな、ロストしそう。行こうかな。1号池と2号池行こうかな。ここ全然釣れんぞ。
ちょっと追加放流見に行こう。ダメだ釣れん。釣れてんのかな。追加放流見に行こう。わーわーわー、すごいすごい。したらやばいな。怖い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 。渡れた。種類が分かりません。2、4、50くらい。やった、釣れました。こちらで塩焼き、唐揚げ、刺身で調理をして食べることができます。どうぞご利用になってください。食堂がオープンいたしました。食堂の受付時間は1時までとさせていただきます。よろしくお願いいたします。刺身食いたいな。あ、やばい、キキカット。刺身のこと考えたらキキカット。後で食堂行こうかな。